奈良県山と氷山室水上湿度の河原家河原家は、日本の中世から近世にかけて、製作、使用された素焼きの土器。その中でも特に湾、皿型の騎士を指す語である。古墳時代以来の弾きの系統に連なるため、派生湿土器や中世はじきなどとも呼ばれる。山岡松明著、類樹名物公によると、土器、河原家葉川原家なり、 薬かけて焼けたるを聞き、瓦器ともいい、素焼きを土器というなり、厚生派奥派くに岩で音を用意して土器と言えるなりとあり、古来は素焼きの土器全般を瓦家と呼んでいたと考えられる。大鏡が身にある逸話で、村上天皇から熱い寵愛を受ける女王のよしこに、嫉妬した中宮の安子がよしこに向かって投げつけた土器編も河原家と読まれている。 現代の特に考古学の世界では遺跡から出土する弾き系統の皿型、湾系の中世土器に対する用語として使われるようになっている。公園部の小道が7から8センチメートルから15センチメートルほどの小型の皿が多く、京都産のものは手こねで作られたが、その周辺や東日本などでは、六ろ,ろ成型で作られたものがある。公家や武士などの上級官人の館において、 共演の席や儀式、儀礼の場で食器、または、豆苗皿として大量に使用され、使い終わると短期間で一括廃棄されたと考えられている。現代の宴会における紙皿や紙コップのような扱いだったとも言える。中世の豪族巨漢跡などの遺跡からは、蒸気のように共王の席などで使われたと見られる。河原家が一括廃棄された遺構が見つかることがあり、河原家だまりと呼ばれる。 女性の陰部に陰毛が生えていないことや、そうした女性を指す陰語として、古くは河原家が用いられた。ありがとうございます。